はい、ナオズです。今回紹介するのはレゴシティのキャンピングカー7639です。袋は2でパーツは165個、シールシートは1枚で説明書が1冊です。それでは組み立てていきます。はい、完成です。ミニフィグは2体です。まずは男性です。タンクトップ姿になってますね。ヨットのプリントなかなかいいなと思いました。背中は特にプリントはありません。顔はこの一つだけです。ちなみに付属品としてサーフボードのパーツが付いてます。でポッチありますんで、ここに立たせれば、上半身パーツはねウィンドサーフィンですけど、一応これサーフィンしてるシーンを作ることができるということで、なかなかいいですよね。すごくかっこいいなと思います。それと女性です。上半身パーツ、これちょうど先日4206のセットにも入ってたパーツになりますよね。このリボン と、ネックレスが特徴的なパーツかなと思います。このセットは2009年のセットで、4206は2012年のセットになってましたんで、やっぱりこの時期結構ね使われてたパーツなんじゃないかなと思いますね。革はこの一つだけです。それと自転車がついてます。まあ最近のセットだと結構マウンテンバイクがねついてることが多いかなと思いますけども、ね昔からあるパーツですよね。でここにミニフィグを乗せるとこんな感じになります。ちゃんと自立することが、支えでね自立することができるんですけど、このままでもさーっと走らせることができるということで、これねほんとよくできてると思いますね。タイヤもちゃんと設置してるので、手転がしで遊べますし、自立もできるということで、いいパーツじゃないかなと思います。そしてキャンピングカーです。このサイズ感がいいですね。ちょうど遊びやすいサイズになってるんじゃないかなと思います。でレゴのこのサイズのキャンピングカー、以前にも紹介しました60057、それから60283がそれに当たるかなと思うんですけど、やっぱりどちらもこれがねベースだったかなという感じですね。フロント周り、いやレゴらしくていいですね。バンパードーンと突き出てて、ナンバープレートはシール、グリルがあって、ライトは斜めパーツということで、これねレゴらしくて個人的には好きですね。でサイドから見るとこんな感じです。カラーリングとしてはベースは白になってますね。で下の方にさっきのバンパーからつながったグレーが入ってて、でさらに黄緑色のラインが2本入ってるという感じになってます。全部パーツで作ってますね。唯一この部分、ここがシールです。それから運転席周り、サイドのドアを開けることができるのと、ルーフ、これねキャンピングカーらしい形してますよね。この黄緑色のライン、これプレートで作ってるんですけど、このプレートごと外すことができるようになってます。でこのルーフ部分、中はというとこんな感じ、空洞になってます。ということでここにミニフィグを入れて寝かせることができるんですね。いい感じですよね。固定したりすることはできないんで、もう簡単に動く仕様にはなってるんですけど、まあでもこうやって入れられるだけでもいいのかなと個人的には思います。で中にはハンドルが一つ、シートパーツが一つついてて、真ん中に置いてありますね。で後ろなんですけど、そのさらに後ろのキャビンとつながってるという仕様になってます。ということでここに座らせていきましょう。まあかなり広い仕様なんで座らせやすいですね。で、さっきのこのルーフをね戻すとこうなります。はい、前から見るとこんな感じです。頭だけが乗っかってるような感じにも見えるんで、まあ、若干シート低めなのかなというところですね。ではその後ろキャビン見ていきましょう。このサイズのキャンピングカーとか、あとバンもそうですけど、大抵こうカパッとね開きますよね。これもそうなんですが、実はこのままだと開けることができません。この一番後ろの、ライト、これがロックになってるんですね。ということでこれをよいしょこんな感じで外します。すると、こうやってね開けることができるんですね。ただこの車両、これだけではなくて
こっち側も開けられるようになってます。これすごいですよね。両開きというのはかなりね珍しいんじゃないかなと思います。はい、前から見るとこんな感じになりますね。でここまで前にね動かすことができますんで、これね面白いですね。中はというとかなりシンプルな作りですよね。もうテーブルセットと言っていいんじゃないかなと思いますね。椅子が2つあって、その間の白いパーツ、テーブルに見立ててるという感じかなと思います。ということで、ここに座らせていきましょう。はい。こんな感じになりますね。まあかなり近い距離で、お互いガン見してるという感じにはなりますけど、まあでもね雰囲気としてはいいのかなと思いました。で、このね上の部分さっきお見せしましたけどスペースありますんで、ここからまあ疲れたということでね、こんな感じで登ってってよいしょ寝るというシーンを作ることができます。いいですね。でキャビンの両サイド開け放つ部分なんですけど、こちら側テレビついてますね。これはシールです。あとさっきのねこれと同じコップがここにもついてます。で反対側にはフライパンがついてます。こういうパーツ嬉しいですよね。さらにこのセット簡易グリルと魚パーツついてますんで、こんな感じで料理してるシーンを作ることができるようになってます。こういうところかなりいいなと思いました。あとリアなんですが、テールランプしっかりありますし、ステップとかはしごもついてるんですよね。リルフにはしっかりスペースがありますんで、ここに自転車、それからサーフボードを固定することができるということで、これは遊びやすいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。小さいですけど小物が充実してて遊びやすいセットになってたんじゃないかなと思います。このセットのパーツ数は165個です。以上、レゴシティのキャンピングカー7639を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。